ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さあ、今日も、世界の謎に迫っていくぜ。どうしたの？えらく熱いわね。今日のテーマは、未だに解明できないエジプトの謎6000だぜ。きゃあ、エジプト？ピラミッドやスフィンクスとか、想像を遥かに超える謎が眠る。古代の謎に燃える人にはたまらない国よね。だろ？私の知らないエジプトに出会えると思うと、私まで熱くなってきたわ。ピラミッドやスフィンクスの秘密、黒い石棺のことなど、古代エジプトの知りたい謎が満載だ。もちろん、新情報もあるぜ。ええー、そうなの？この動画への期待値も最高潮よ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ピラミッドの建造方法。一つ目は、ピラミッドの建造方法についてだ。ピラミッドは、エジプトで初めて石が使われた巨大建造物なんだ。サッカラの階段ピラミッドが、ピラミッド建設の始まりだぜ。ふむふむ。最初は、マスタバという台形の建物だったが、数回にわたり拡大されたんだ。え？建物が増築された結果、ピラミッドの形になったの？そうなんだ。最終的には、高さ60メートルの階段状のピラミッドになったんだぜ。そして、滑らかではない大まかな四角錐が出来上がったんだけどな。高さ60メートルってどれくらいの高さなの？いいところに気がついたな。大まかだが、15階から20階建てのビルくらいだ。拡大されるうちに、私たちの見るピラミッドの基礎ができたのね。階段ピラミッドを中心にセドサイデンやソーサイドのなどの建物があり、ピラミッドコンプレックスの仕組みが見られる。ちなみに、ピラミッドコンプレックスを簡単に言うと、ピラミッドを中心とする複合施設の名称なんだ。へぇ、ピラミッドコンプレックスは、配置などを変えながら、後のピラミッドへと受け継がれている。崩れピラミッドや屈折ピラミッドなど、変遷の中で石を積み上げる技術を進歩させた。崩れピラミッドに屈折ピラミッド？いわゆる失敗作だ。ピラミッドを巨大化するのに、大きな石を使ってしまい耐えきれなくなり崩れたらしい。崩れピラミッド崩壊の原因を、石を斜めに積み続けたことで、内部に圧力がかかりすぎたと突き止めたんだ。そして、急遽設計を変更して作られたのが屈折ピラミッドだ。この二つは同時期に作られたが、屈折ピラミッドは途中から石が平らに積まれているんだぜ。失敗を重ねて、現存するピラミッドへと到達したのね。クフ王の父で、古王国時代第4王朝、ファラオの赤ピラミッドで初めて、表面が滑らかな四角錐を実現させたんだ。やっとここで、最初の完成形ができたってことね。ピラミッドの建設方法は、滑車などを使わずに、そりに巨石を乗せて引っ張り上げていたらしい。ガーン、人海戦術で巨大建造物を建てたの？実はピラミッドの建設方法は、まだ謎のままなんだが、現在わかっている方法を紹介しよう。まず、太陽や星を使い、北の方角を定め位置を決め、土台を鳴らす。ふむふむ、切り出した石や日干しのレンガと、そりで運ぶための傾斜を作り、組み立てたらしいぜ。階段ピラミッドで使われる石は、長さ80センチ、厚さ20センチの、結岩と呼ばれる石だ。結岩という石はどこから運んできたの？周辺の地層から切り出されたらしい。その結岩をランダムに切り出し運んで、現地で成形していたようだ。でも、石のサイズはバラバラなんだぜ。積み上げられた石は、外側の石が内側に向かって斜めに寄りかかるように積まれているんだ。あ、石が外へ崩れ落ちないようにしているのね。おう？霊夢が、正しいこと言ってるぞ。私だってたまには正解するわよ。悪い悪い、あまりにもドンピシャな回答だったから思わず言っちまったぜ。実は、ギザの大ピラミッドは、古代世界の七不思議の一つなんだ。七不思議の一つ？だが、理論の世界七不思議のほとんどが、地震や破壊などで消滅してしまったんだ。でも、唯一、ギザの大ピラミッドだけが現存している。これは、古代エジプト人たちの測量技術の高さが伺える結果なんだ。納得、4500年前の建造物が残ってること自体が奇跡よね。そうなんだぜ。クフ王のピラミッドは、古い上に世界最大の石造建築なんだそうだ。平均 2.5 トンの石灰岩が230個も使用され、210段に積み重なっているんだ。210段もの建造物が、約4500年も地震などで壊れないって本当に奇跡よね。ピラミッドの四辺は正確に東西南北を向いている。もっとも、建築精度が高いとされるクフ王のピラミッドは、巻き田との誤差は各辺ともに平均3度ほどらしい。かなり正確なのね。最近の計算では、各辺の誤差は、なんと、4.4 センチほどしかないらしい。お見事。ギザのピラミッドについては、後で何度か登場するから楽しみにしてくれ。わかったわ。2、ピラミッドの位置関係。
現在、エジプトで確認されているピラミッドの数っていくつあると思う？想像もつかないけど、20個くらいかしら？ブー。実は、90基以上あるそうだ。そんなにたくさんあるの？さっき話した通り、紀元前に栄えた古代エジプトは、3000年も強大な国力を誇っていた。もしピラミッドが王の墓だったとしたら、まだ未発見の墓が発掘され、さらに増える可能性が高いんだ。未発掘のピラミッドが、今後さらに発掘される可能性があるなんて、ワクワクしてくるわね。この章では、そんなピラミッドの位置関係について迫っていくぞ。砂漠地帯に立つピラミッドは、太陽が沈む西方向にあり、ナイル川の西、約 1500km にあるんだ。北はカイロ北部のアブロアシカラ、南はスーダン北部のメロエまで散在しているらしいぜ。さすがエジプト、天文学に精通してただけあって、同じ方角に作られているのね。このピラミッドが集まる場所を、ピラミッド地帯と呼んでいるんだけどな。古代エジプト人たちは、太陽が沈む西方に死後の世界があり、昇る東方は少女の都として都市整備をしている。もしかしたら、彼らは太陽のように死んだ人間が蘇るなんて思っていたのかもね。ピラミッド地帯で最も巨大なピラミッドが密集しているのは、メンフィス、ネクロポリス地区だ。メンフィスは古代エジプト初の首都らしい。ネクロポリスには世界初のサッカラピラミッドや、赤のピラミッド、玄武岩を使った黒く見える黒のピラミッド、必見の屈折ピラミッドもあるぜ。ネクロポリスって何？ギリシア語で墓所のことをネクロポリスという。メンフィスに対するサッカラが、そしてテーベに対するナイル川西岸が、死者の町、ネクロポリスだ。へぇ。カイロ近郊のギザから、個性的なピラミッド群がある、ダフシュールまでの約 25km には、70基を超えるピラミッドがあるぞ。カイロから南南西に約 90km に位置するのが、巨大な湖を中心としたファイユーム地区だ。1700平方キロメートルに及ぶ広大な窪地で、中王国時代のピラミッド15基があるぜ。ふむふむ。そこからまた南に行くと、宗教の拠点とされていたルクソールがあり、墓地で働く人々の墓の上に築かれた、小さなピラミッドが数多く見られるんだ。また、小型のピラミッドが密集しているメロエには、数百基のピラミッドが所狭しと建てられているらしい。うわぁ、数百基のピラミッドが密集してるの？見てみたいわ。ギザの東には、太陽信仰発祥地で柱を意味するイウヌがあって、そこには、太陽神殿の中心に一本の聖なる柱があるんだ。古王国時代は、イウヌから見える位置にピラミッドや神殿が建てられていたんだぜ。ピラミッドや神殿の建設には、太陽神をかなり意識していたようね。ギザの三大ピラミッドはもちろん、イウヌから 30km にあるアブロアッシュ、アブシール、サッカラ遺跡は、すべて太陽神に関わっている。王は自分の墓をこの範囲に建てるよう命じていたらしいぜ。そうなのね。1994年に出版された、オリオンミステリーという本があるんだけどな。この本には、オリオン座の3つの星座と、ギザのピラミッドの配置が相似関係にあると記されているんだ。え？オリオン座って、冬の夜に南の空に確認できる星座よね。さらに、みんなが知ってる天の川も、ナイル川と相似関係にあるそうだぜ。だが、この相対関係には微妙なズレがあるらしい。著者の二人は、春秋分天と祭祀運動に何か関係があるのでは？と、感づいたらしいんだ。そしてコンピュータでのシミュレーションをした結果、紀元前1450年という年代を弾き出しているんだ。ピラミッドの大部分は、紀元前2500年頃に建造されたとしており、通説の時代とほぼ一致しているぜ。3. 黒い石棺。2018年7月1日に、エジプトのアレクサンドリアで、謎の黒い石棺が発見された。2018年って、つい最近のことよね。そうなんだ。たまたま、エジプトの建設現場で黒く大きな石棺が発見されたんだ。第一報は、エジプト政府系有力紙、アルアハムラが伝えている。エジプトでもこんなすごい発見めったにないから、メディアは殺到したでしょうね。地中海沿岸の都市、アレクサンドリアで、国家公岩で作られた大きな石棺が発見されたという内容だった。しかも、ビッグサイズなのね。エジプト考古最高評議会は、翌日開けられた棺の中には、白骨化した成人の3体の遺体があったと発表している。そのうち、1体の遺体は頭に矢を受けた傷があり、この遺体は兵士のもののようなんだ。矢の傷？戦争とかで亡くなったのかもね。この石棺がプトレマイオス朝時代のもので、アレクサンドリアで発見された棺で最も大きかったんだ。考古省の発表では、石棺のサイズは、長さ 2.75 メートル、幅 1.5 メートル近くあるらしいぜ。だから、遺体の一つが紀元前300年頃に大帝国を築いた、アレクサンドロス大王だとの説が出たそうなんだけどな。
出たー、アレクサンドロス大王。ちなみにプトレマイオス朝は、大王の死後にできた王朝だ。ってことは、アレクサンドロス大王のお墓って見つかってないの？そうなんだ。彼の墓が見つかっていないのも、世界史ミステリーの一つだぜ。実は他の考古学者の考えは、石棺はプトレマイオス朝時代より前の、紀元前400年頃に作られたとの説があり、その後に起きた古代ローマ支配時代のものという説もある。黒い石棺といったら、王家の谷で2005年に発見された墓、KV63 の棺が、黒い樹脂で塗り固められてたって聞いたことがあるわ。よく知ってたな。この、KV63 にある、7つの棺はどれも黒い樹脂で塗り固められていたんだぜ。しかも、飾りのない一つの部屋に全てあり、棺の中にはミイラでなく石が入っていたんだ。びっくりね。古代エジプトの棺には、来世復活のために埋葬者の名前が記されているんだ。中に、黒く塗りつぶされていなかった棺があったんだが、その棺も内側は黒く塗られていたんだそうだ。多分、外側部分に名前が確認できなかったから、内側に記されていたと考えられるよな。不思議ねえ。復活して欲しくないって思っている人の仕業かしら。そうなんだ。意図的なことは間違いないようだ。呪われた一族の墓だと言われているらしい。古代エジプトで、呪われている一族って言ったら誰かわかるか？ええ？わかるわけないでしょ。ツタンカーメンだぜ。黄金のマスクの？父、アクエンアテンが進めた宗教改革に対する憎悪に、ツタンカーメンら一族も巻き込まれたらしい。父の墓には棺がなく、憎しみの跡が残され、破壊し尽くされているんだけどな。ツタンカーメンのお墓は、王家の谷にあるわよね。そうなんだ。だから、KV63 は、彼の妻、アンケセナーメンの墓説や、彼と親しい者の墓との説があるそうだ。前動画の、未だ解明されていないエジプトの謎では、ピラミッドの正体やツタンカーメン王の失われた心臓についても語っているから、興味のある方は、ぜひご視聴いただけたらありがたいぜ。よろしくお願いいたします。他にも、墓ではなくミイラを作る場所だった説もあり、詳細は謎のままらしい。4. スフィンクスの秘密。では、4番目はスフィンクスの秘密について話すぜ。ギザのスフィンクスは、実は一対だったそうだ。その前に、霊夢に問題だ。何？はじめは4本足。次に2本足になって、最後は3本足になる生き物はなんだ。足がなくなったり、増えたりする生き物？わからない。お手上げよ。わからなかったら、霊夢は死んじゃうぞ。いきなり、そんな怖い問題出さないでよね。答えは、人間だぜ。どうして？生まれた時はハイハイしてて4本足はわかるけど、最後の3本足がわからないわ。ハイハイは正解だ。いずれ、2本足で立ち、最後には杖をつくから3本足になるという、スフィンクスが旅人に出していた謎々なんだ。実はスフィンクスは、謎かけをする怪物として古代ギリシア神話に登場しているんだ。へぇ、ギリシア神話に登場してるの？スフィンクスは神話に登場するほど、知名度が高いんだが、不明なことが多く、謎多きモニュメントという位置づけなんだぜ。スフィンクスは、クフ王のピラミッドの前に鎮座して守る守護神よね。もっと古いカフラー王のスフィンクスの頭部は、前王、ジェドエフラーの顔をしているそうだ。このようなことから、スフィンクスは聖なる王権の象徴とされている。太陽神と古代エジプト王をつなぐ役割を持ち、新王国時代には、ホルエムアケと神として崇拝されていたそうだ。日の出や日の入りの際に、太陽を飲み込む地平線と同一視されていたんだぜ。へぇ、新王国時代以降のカルナクなど主要都市の神殿にも、小さいがスフィンクスは必ずいるぜ。スフィンクスって、クフ王のピラミッドの前に座っているものだけではなかったのね。そうなんだ。数えきれないほどたくさんいる。神殿では、入り口までの長い参道に沿って、両脇に一列に並べ配置されているんだ。スフィンクスという名前は、生きている像や再生復活の神を指す。ヘセプアンクがなまったものらしい。スフィンクスの体は、何の動物か知ってるか？ライオンよね。正解だ。頭部が羊やハヤブサになっているものや、ワニの尾を持つスフィンクスもいるぜ。さらに、武器を持ち敵を踏みつける、レリーフも見つかっているんだけどな。使われ方も自由奔放でバラバラなのね。おお？いいところに気がついたぜ。実は、スフィンクスは変幻自在なる謎の存在だ。エジプトから北のギリシアに伝わったスフィンクスは、男ではなく女性なんだ。性別が変わって女神になったの？ギリシアで女性に変わったスフィンクスは、後にエジプトへ逆輸入されているぜ。だから、エジプトのギリシア、ローマ時代のスフィンクスは女性なんだそうだ。どうして、性が変わったのかしら？それについてはわかっていないんだが、ギリシアでも墓地のそばで見つかっており、
守護神的な存在ってことについては共通しているらしい。ちょっと話は戻るが、スフィンクスの体がライオンだったって話をしたんだけど。ええ、聞いたわ。霊夢の知っていたギザの大スフィンクスの体って、顔の割にバカでかいと思わないか？そういえば、アンバランスね。実はかつて、スフィンクスはライオンの顔をしていたんだが、ファラオの誰かが自分の顔に似せるよう掘り込んでいったのでは？と、エジプトの研究家、ジョン・アンソニー・ウェストが発信しているんだ。ええ？後で、掘り直されたから顔が異様に小さくなったってこと？そうなんだ。ピラミッドなど、古代エジプトの建築物は基本的にシンメトリーなんだ。もし、スフィンクスが守護神で、日本でいう狛犬のような役割をしていたら、もう一体いるはずなんだ。あ、そうよね。衝撃の事実なんだが、NASA の画像分析で、ギザのスフィンクスは2体目が存在すると判明したらしい。ええー、嘘でしょう。幻のスフィンクスがもう一体いるってことが本当だったの？さっき、カルナクなど神殿のスフィンクスは参道の両脇に鎮座していると言ったよな。うん、他のスフィンクスは左右対称で、実は全て2体のペアで存在しているんだ。ギザだけ違うってのも、不思議ね。トトメス4世がスフィンクスの前足の間に立てた、夢の碑文には、2体のスフィンクスが書かれている。それは、怪しいわね。衛星写真を見ると、小高い部分があり、1体目のスフィンクスと横並びに何かがあったようなんだ。NASA のお手柄で、決定的のようね。エジプトの学者、エルシャン・マーシによると、2体目のスフィンクスは、約1000年前に強烈な稲妻が発生し、それに打たれて粉々になった可能性が高いらしい。実はラムセス2世の時代に、この辺りを開発したようで、地下から光るものが発見されたんだ。だから、1体目のスフィンクスの地下には、賢者の石などお宝が眠っていると期待されているぜ。うっとー、お宝？早く見つけてもらって、拝見させていただきたいわね。5. タリパピルス。古代エジプト人たちはナイル川の氾濫に悩まされたおかげで、天文学にも精通していたんだ。星空を見て、360日に対応するよう天空を10度ごとに3、16に分け、エジプトの星座を作った。現在1年は365日なのに、古代エジプトでは360日だったの？5日はお祭りの日で、360日プラス5日だったんだ。もちろん、4年に一度のウルード氏を置いた暦も完成させていたんだぜ。すご。紀元前2400年頃から、日時計や水時計を使うようになり、1日が24時間ということも認識していたそうだ。さらに天文学にも精通していた古代エジプトは、宇宙人と交流があったらしい。宇宙人とは驚きね。宇宙空間に消える前に、エジプトの空を偵察した、火を吐く、偉大な飛行機械についての古代テキストがあるそうなんだ。これはバチカン美術館のエジプト部門を管理していた、アルベルト・タリによって発見された。だから、宇宙との関係を示すこのパピルスを、タリパピルスというのね。このタリパピルスには、UFO との遭遇に関する、興味深い内容が書かれているというぜ。ええー、嘘でしょう。古代に UFO が現れた記録があるの？古代エジプト第18王朝、6代目ファラオのトトメス3世の統治時代に、宇宙人来訪があったとする記号があるんだぜ。え？どんな記号なの？空から炎に包まれた無数の円が現れ、すぐに姿を消したと書かれているらしい。へえ、嘘みたい。また、他の記録には、宇宙船の存在や口から悪臭を放った、頭や声がなかったことなど伝わる内容も様々だ。書いてある内容が、バラバラじゃない。発見したタリは死に際に弟に託したが、弟もすぐに死んでしまい、タリパピルスは紛失したらしいぜ。だから、詳しい解読は進んでいないのね。そうなんだ。天文学に精通していた古代エジプトの逸話だけあり、現実にあったと思えることも不思議ね。人類史上最もミステリアスとされるギザのピラミッドの建設には、宇宙人が関与し、手助けをしていたとの説があるそうなんだぜ。あの見事なシンメトリー建築を古代の人が作り上げたなんて、にわかに信じられないもの。もしかしたら、宇宙人がピラミッド建造を手助けしたのかもね。スイス人作家の、エーリッキ・フォンデ・ニケンは、すべての古代遺跡は、宇宙人に敬意を表して人間が建造したもので、建築資材や技術の一部は、宇宙人が手助けをしている、と主張しているんだ。あんな巨大な石のブロックを見事に積み上げたピラミッドを見れば、そういう思いに至るかもね。6. 空洞が発見されたクフ王のピラミッド。最後は、186年ぶりの空洞発見の快挙があったから、それについて解説するぜ。186年ぶりの快挙？そうなんだ。さっきから何度も登場しているクフ王のピラミッドなんだが、
実は186年ぶりに、名古屋大学などが参加する国際調査チームによって、これまで確認されていなかった空洞が発見されたんだ。日本の名古屋大学も携わっていたの？2015年から、エジプト、日本、フランス、ドイツなどの国際調査チームが調査を進めていたようだぜ。彼らは何の調査を進めていたの？いい質問だぜ。彼らは内部構造を解き明かそうと、最新技術を用いて調査していたらしい。内部構造の謎に迫る予定だったのね。そしたら、ピラミッド北側の斜面から、中央に向かう通路のような形をした空洞が見つかったんだ。その空洞は、縦横は2メートルあり、奥行きは9メートルもあるらしい。廊下みたいな空洞なのね。そうなんだぜ。調査には、ミューオンという、宇宙から降り注ぐ素粒子の量から、物質の質量を計測し、透視映像化する、高エネルギー加速器研究機構の技術が使われたんだ。ふむふむ。これは、宇宙を飛び交う、宇宙船と呼ばれる粒子を使い、岩石を透過する方法なんだ。ミューオンは岩石や空気中を透過する際に、独特な軌跡を書くため、空洞と個体の区別ができるらしい。だから、空洞を見つけることができたのね。最先端の技術があったからこその発見とも言えるけどな。6年前の2017年11月に、国際的な週刊科学ジャーナル、ネイチャーに論文が発表された。長さ30メートル以上の巨大な空間も確認され、信憑性のない空間だったが、この存在も明らかになったんだぜ。さらに研究が進めば、また新たに新発見につながる可能性もあるというぞ。うわぁ、期待大ね。エジプトの考古学者、ザヒハワスは、この通路は今世紀最大の発見だ。調査を進めてくれたすべての人に感謝したい。この通路の下に何かが隠されていると信じている。数ヶ月後には結果もわかるだろう。今回の発見は、ピラミッドのさらなる秘密の解明につながるはずだ。と話し、この発見がどれだけの意義があるかを強調して伝えたそうだ。でも、この空間には棺とか、何のために作られた空洞かわかるものは発見されなかったの？そうなんだ。それがまた謎で、ピラミッドの入り口付近にあるにもかかわらず、何もない状態だったことが不思議だ。と名古屋大学高等研究院の、河合幸則准教授は話しているんだ。古代エジプトの研究って、ロマンがあるわね。そうなんだ。ミューオンを使えば、大切な遺跡を損傷なしに内部を調べることができるんだ。だから、新たな調査方法として注目されているぜ。新技術を用いた、新たな事実が発見される日が待ち遠しいわね。というわけで、今回は未だに解明できないエジプトの謎について解説したぞ。計算し尽くされた古代エジプトの建築物は、空を精密に観測し身につけた、天文学のなせる技だと思うわ。宇宙人の手助けがあったからこそ、という説もあるけどな。そんなこと言わないで、いつか、私も考古学者に混ざって、ミューオンを使った新技術で新たな古代遺跡の謎を解き明かしたいと思うわ。その報告、楽しみに待っているぜ。というわけで、今日の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。